リックンちのあのマンションか。あ、うちも。あと奥に。なんでこっちはもっと小さくなるの？エビーとか。守りに来ました。
らら。皆さんのスタジオ応援で代打が見事倒れました。代打が倒れたらこの里に平和が戻り、コウノトリ夫婦が仲良く大空を舞っています。このことがあってからこの里はコウノスと呼ばれるようになりました。めでたしめでたし。さあ、コウノトリ伝説パレード代打の演舞を務めました皆様、ご紹介いたします。青年部リュウジ、秋山ヤクルトさん、福島ヨットさん、そしてもう一戦ですね、ピアットの得意からは石井アキコさん、青年部リュウジの手島和之さん、佐藤文雄さんです。そして見事代打を保ちました、お父さんのコウノトリに引き込みました、市役所の職員吉田文明さん、お母さんコウノトリ新井明宏さん、ドラは榊原浩平さん、そしてトラガイの奏者松本安永さん、力強い演技でしたね。会場を盛り上げてくださいましたラッコの会の皆様、そして本日の現場到達は清水洋介さんが務めました。皆様大きな拍手を送ってそれでは、これより大鳥祭り主催であります鴻巣市商工会、鴻巣市町内会連絡協議会会長よりご挨拶を頂戴したいと存じます。まずはじめに主催者を代表いたしまして、小林忠志商工会長、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。鴻巣市商工会長の小林でございます。今日のこのオープニングのパレードどうやったっていうか、皆さん大きく楽しんでいただけたらないかなと思っています。このオープン祭の機能といいますと、古くは江戸時代の神事としての秋祭りが始まり、その後、昭和38年に商工祭りと称し、昭和53年にコウノスオープンナスに名前を変更し、今日に至っております。秋真っ盛りの今日、ご来場の方々には秋の一日を有意に過ごしていただけたらと幸いと存じます。それでは続きまして、原口和久コウノス市長、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。鴻巣市長の原口和久でございます。大鳥祭りオープニングといたしまして、鴻巣伝説、市立校の皆さんのご協力によりまして、見事鴻巣が大蛇を倒しました。これで鴻巣市もまた繁栄ができるんではないか、そのように思っておるところでございます。市立校の皆さん、ありがとうございました。さて、朗報でございますけれども、鴻巣市は、鴻巣ということでありますけれども、先週ですけれども、川島町に鴻巣が、来ておりました。その鴻巣、野田から放送された野田市ですけれども、川島にやってきて、そして川島から鴻巣市内吹上のバラハラというところに、おりました。
まさにもう皆さんの身近にコウノトリがおります。まあ、ということで、これからコウノトリというのはどんな、生き物なのか、鳥なのか、よく、研究をしていただければ幸いだなというふうに思っております。深尾義弘町内連絡協議会長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今月この中山道にたくさんお集まりいただきまして、厚くお礼を申し上げます。ありがとうございます。この後ですね、上町から人形町までの各町内会では、各町内会ごとにたくさん催し物を用意しておりますので、さあ準備できましたか。知ってらっしゃる方はご一緒に踊ってくださいね。よろしいですか。それでは音楽スタート。この方を捨てて下がって動きして、皆さんお手拍子お願いします。まだ通ってない、まだ通ってない、頑張る気持ちなら誰もお前にはしない、だってこう見えてもどうすることか、歴史を目にも出てくる中山道の宿場町、上町花の町、消えた夢物語、thank you。
緊張した。全然そんな風に見えなかった。